トゥース。皆さんこんにちは。親父です。今ね、吉野家で牛すき膳というのを買ってきました。夜勤明けの金曜日の夜勤明けの私の楽しみです。このね、牛丼食うのがね、楽しみなんですわ。他に楽しみないんかいちゅう話ですよね。今ね、会計済まして、まあ出ようとしたら、いつもはね、とっとと帰れや、みたいな感じでね、会計済んで、まあ物をね、渡すと、窓はね、ピシッと閉められてね、もうおばちゃんどっかへ行ってしまうんですけどもね、今日は、お見送りというかね、窓をピシャッと閉めずに、私が立ち去るまでね、窓口立ってましたよ。はい、ドライブスルーですけどね。店員によって違うのかな、そういうように教育されたのかな、ようわかりませんけれどもね、初めてでしたね、窓口でなんかね、お見送りっていうかなんかね、店が暇なんかな。まあ、ようわからんけど、ちょっと気持ちが良かったです。はい、そんなところでね、今日は2022年の3月12日です。あったかいですね。今気温がね、11度ですわ。でね、白い息が出ませんね、11度だと。さっきね、マイカーをホコリだらけだったんでね、うちの会社の駐車場ってね、すごいトラック出入りしてね、すごい砂ぼこりをね、上げていくんですわ。もうね、1週間車、マイカー洗わなかったらね、もう、わやです。はい。山口弁で言う、わやです。もう大変なことになります。まあ、そんなところでね、今日もザックバランに、ラジオ代わりに聞いていただければなと思っております。先日動画でね、2500ケースどうのこうのってね、バラおろしの話をね、ちょっとしたかと思うんですけれども、そんな中でね、今日は実際バラ積みバラおろしをしたら体力的にどんな感じなのかというのをね、話していこうかなと思っております。で、同じというか、バラ積み、バラおろしでもね、いろんなもんがあるじゃないですか。普通はというか、オーソドックスなやつで言うと、その、20キロの袋帯が多いですね。バラというのは、20キロのね、袋帯が。もしくはケースもんですよね。俗に言うカートンとか言いますけどね。そのどっちかですね、バラ積みと言われるものはね。で、重さ的にね、20キロが普通の重さというかね、まあ大体20キロの重さですね。20キロの小袋を今どうなってる？600とか積むんですかね？ 700 とか。ちょっと今ね、増トンになってるじゃないですか。私が現役の頃はね、11トン500がマックスでしたね。私が乗ってるのには。そうでもね、11トン積まなかったですね、昔は。10トン。マックス10トンでしたね。まあ、11トン乗せた時代も、あるんですけれどもね。で、そんな中、20キロの小袋を仮にですよ、600積み下ろしするとしたら体力的にどうなのといったところですけれどもね。まあ、マラソンに例えて言うんであれば、まあ、1500メートルから3000メートルぐらいをジョギングするような感じですかね。
なのでね、結構しんどいですよ。20キロの小袋をね、600下ろすとする、したらね、12トンですか?そのぐらい下ろすとしたらね、くさびれます。はい。かなりくさびれますよ。腰も痛くなるしね。これが、今度逆に、そうですね、10キロのケースもんにしましょうか。10キロのケースってね、すごく軽いです。はい。それをね、例えば、まあ、1000ケースにしましょうか。で、10トンと。仮にですね、10トンとしたら、まあ、1500メートルぐらいを、まあ、軽くジョギングと。まあ、10キロなんでね、重たくないんでね。まあ、1.5キロぐらいを、まあ、軽くジョギングといったところでしょうかね。そんなにきつくはないです。はい。これがね、今度25キロだとね、かなりきますよ。かなりきます。はい。なのでね、まあ、25キロだったら、まあ、これも3000メートルぐらいを、まあ、ジョギングというかね、持久走か、小学生とかやらなかったですか、持久走大会というの、それぐらいの体力の消耗だと、まあ、そのように思ってください。でね、バラおろしってね、まあ、いわゆるマラソンですよ。でね、一気に、短時間で一気にね、ガーッと下ろそうと思ったら、ほんときついですよ。ほんときついです。なのでね、ペース配分も大事です。でね、もう、何にもか、頭の中を、まあまあ空っぽにしてね、腰淡々とやると、いった表現ですか。もうね、無の境地ですよ。まあ種類とかね、ロット番号とかがね、そのロット番号別に下ろしたりね、種類別に下ろしたりするんで、まあ、あまりにね、ポーっとして下ろしたら大変なことになれますけれども、まあ、体力的にペース配分しながら、で途中で休憩をね、入れたり、水分補給したり、そうしないとね、バラ積み、バラ下ろしはね、疲れます。で、トラックに積むよりも、トラックからね、トラックの荷台から下ろす方がきついのでね、その辺、初心者の方、まあ、積むよりは下ろす方がきついんだぞということを、覚えちゃってください。はい。そういったところで、本日のバラ積み、バラ下ろしについての動画は以上です。ありがとうございました。